うるさいうるさい。レモン。ね、もう40秒以上前にも死んでる。あ、そうなの。はい、こちらもね、今からね、しっかりとね、120秒間有効活用して議論していきたいんですけども、まずは竹尾さんからですね、まず一言言いたいことがあるということで、竹尾さんどうぞ、はい、よろしくお願いします。めっちゃ早口。あ、メインホールのベントが動いて、その後にオラフ君が来たんですけど、まあ、そうですね、やっぱりね、あと120秒って限られた時間をね、しっかりと有効活用して議論していきたいんですけども、上にいたとき、そう、ベントがいたときですけどもね、竹尾さんと南風とショボスケがいたんですね、この3名はこのベントに入れないということで、はい、この3人はベントには入ってないことなんですよね。いやでも結構、はい、こういった少し無言になる時間もゆっくりとね、活用したね、120秒しっかりと議論していきましょう。それが無駄なのよ。ありませんでしたから、レクター右側の下ではないってことですよね。中野っちさんもいますけども、はい、こうしてしっかりと助かっていきますからね。この上の時に行くときはしっかりと警戒して、中野っちがどっか行ってくんねえかな、うぜえなと思いながら上の方で助かっていきたいと思いますね。はい、最後アップロード。このアップロードによってパーフェクトをいかに見つけるかというのが大事なんですね。これが一番楽しいんですよね。このね、エアーシップでね、はい、終わりです。はい。なんやねん。ですね、また後ろですね、マスク全部終わりましたから、あとはクルーメイトの勝利を祈っていくということですね。ただね、中野内さんね、インポスターということで釣られましたけどもね、ただインポスターの勝利まだまだありますので、ね、最後の諦めずにですね、サポタージュを使って最後までですね、インポスターを妨害し、全力で勝っていただきたいなと思います。はい。いいな、今日大変だぞ、編集今回。いいじゃん、いいじゃん、お金稼いでねえよ、やめとけ、おい、それ言うな、ダメやつ、いくら稼いでんの、いくら稼いでんの、おい、やめろ、やめろ、 YouTube 広告何個入れてるの、いやー、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、もしもした、じゃあ、お願いします。はい、いや、お願いしますじゃないの、今配信中じゃないですか。配信中だよ。アホな、みんな配信中だよ。小声で、小声でじゃダメ、小声で言ったらみんな大声で言うやろ。いや、せいけつ、なんか結構お前みたいな、もうええって、もうスキップ押せって、マジで。前僕が出てたやつはどれくらいだったんですか。明らかにもうお金の話やめようよ。おめえが言ったんだろ。これはでも今はっちゃんがメイドの死体の上に突っ立っとったけど、どうしてそんなことをしとったの。15秒前ぐらいに僕アーカイブの扉開けてるときに、こう女性の声が聞こえて、鼻についたから殺してやったわって。ん？女の声ってことは南風さん二人いるよ。声の太さは、声の太さは？結構太かったっすけどね。じゃあ殺してやったわって二人、一人ずつちょっと言ってもらえる？そうそう、南さんが言ってみて。うん。殺してやった！あ、太い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 。太いな。じゃあ峰さんはどうですか？殺しちゃったわって言って。あ、わかり。殺してやったわ！あ、細いね、割と。うん、そうじゃんね。あ、じゃあ、みなみさんじゃないこれ。そうね。いや、でもなんか、鼻についた。いや、でも。ってこう、あ、じゃあ、鼻につく言い方。鼻につくような言い方で、じゃあ、ふうさん、もう一度、お願いします。うん。殺してやったわ。ああ。鼻につくね。結構。りんなさんは？りんなさん。あ、殺してやったわ。あ、え？あれ、つかんか。まつかんか。あ、じゃあ、ふーちゃん。じゃあ、ふーちゃんになる。え、はっちゃん、なんか他になんか、他にない？他になんか言ってもらえる？他には言ってないな。俺には言ってなかったね。ほな、ふーちゃんか。ほな、ふーちゃんか。まあ、ちょっと自分が思う方に。しっかりとですね。おい、ベイヤー、お前のせいだよ。お前が叫ぶからだよ。お前が黙っとけば済む問題なんだよ。黙っとけばいいんだ、話なんだよ。喧嘩も良くないと思いますね。
議論を中心とした試合展開をしていき、インポスターはインポスターの役割を、そしてクルーメットはクルーメットの役割を全うするというのがこのゲームにおいて一番楽しみであり、それがですね、このゲームをですね、一番ね、その喧嘩もなく有意義に過ごすための秘訣だと思います。いや、長いな。大きく立たずにしっかりとですね、最後までプレイしていきたいなと思います。長い長い長い。押しました絶対そうじゃん。絶対ああ中野ってさ、もうほらあ、どっちだ、どっちだ、ずっと降りてる、ずっと降りてる中野ってさ、何今のけど、どうしました、降りたらなんか死体の上にのっちさん、死体がの下にのっちさんがいて、その上にしょぼすけさんとりんねさんがいたんですけど、え、のっちさんだって、しょぼすけだけは絶対に信用できるからここで使うんかい、しょぼすけとかどうなるなあ、待って待って、今リアクター鳴ったんじゃないの今バカじゃんバカじゃんインポスターは中野っち、しんどんよさっき殺されたんじゃって、中野っち死んでるから、うん、まあ、どっちかってなった時に思い出したんですけど、確か紫色だったと思うんですよ、うん、いやいや違うわ、紫色じゃない、黄色じゃん、なあしょぼすけど、どう思うこれ、なあおかしくないか、インポスターは中野俺かい、だから中野って、あめといて俺かいもっと用意しとけよなんで中野っち縛りばっかりなんじゃよ、いや遅いんじゃん、俺が一番これじゃよおいしょぼすけ、おいしょぼすけ、お前来い溜めて言うから、あ、これ違うんかなってことは中野ちゃんが違うよ、俺もうその録音もう消せ、それもうほんま、しょぼすけだけは絶対に信用できる、言い方遅くなっただけはい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 、もういいよ、俺がやってからもうそれでいい、はい、なんだお前、あっこのことを言わないでほしい、頼む、お願いだ、え、あれチェリル、チェリル、あれ、ま、待って、え、オラフ君さん、あれ、リンレイさんがやってました、チッチさん、中野ちだよ、チッチさん、今日はチッチの日ですよ、中野ち、あ、本当だ、チッチの日だ、あ、ちゃんとお俺、私ですか、あの、はい、うなぎを郵送しましたよ、もう一回第一人称を歌ってみてもらっていいですか、あーなる第一の、やばい、ちょっとやばいやばい、頭おかしくなる、ところに我ら人は、間違った、逃げてんだよ